こにゃにゃちは。こにゃにゃちは。仕事お疲れ様。今日はバカな大原公園です。マヨネーズついてないよ、唐揚げに。今日のご飯はうどんです。うどんと唐揚げ行こうか。いただきます。うどんが長くて喋られなかった。天丼ちゃうよ、うどんや。どっちでもええがな。今日は6時半から僕の大原公園です。美味しい。うどん久しぶりに食べた。うどん何日ぶり？え？前の前の公園で食べた気がする。マジ？うん、そうなの。お隣行ってるよ。今ちょっと頑張っていろいろしてる。カノピ。はあ。便長いの？長い。うん。うん。うん。よっしゃい。しょ。めっちゃ長い。今日はストレートじゃないんですよ。今日はホノピーの対象ハーフポニーをするので。ハーフポニー。どっち、右か左？俺右や。じゃあ左。サイドポニーね。そう、サイドポニーするよ。やばい、リップも何もないけどいいか。まあいいんだよ、大丈夫だよ、何でもいいんだよ。夢やってん、ほうちゃんの対象側で。でもなんか一回やらへんかったくない？それ見えか。なんか やれって言ったのやらない。あ、そうなん。え、チータンやったって言ってたで。あ、チータンやった。なんか、何の時やった？誰か。誰や？ペイポン？忘れた。うわぁ。20、人格を。ありがとうございます。まだお誕生日やねんけど、私。え、ほんまや、お誕生日おめでとうやん。ありがとうございます。まだピーバースほんまやな。なんかどうやったっけ、1週間ぐらいは。あ、そうなんや。ピーバースでやった気がする。もう2日ぐらい経った。びっくりした。おかさ、え、今日誕生日じゃないよなって思ったもん。違う違う、一瞬この画面見て。うん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 、なんかうどん長ない。マジ、うん、思った。うどん長い。いけできひん。ビーツ喋っちゃうと思ったけどさ、うん、1ヶ月前に出てた。先月出てた。マジ、うん、すごいな。ほぼ全部毎月出てんじゃん。うん、せやな。うん、さつまいもの天ぷらない。ちくわとかき揚げ。どっちも好き。でもあ、そうだ、さ、うん、100回やねん、多分。うっそ、おめでとう。ほんま、だから昨日もうこういうのはファンの方が一番知ってるんじゃない。クヨリに重なっててさ、マジホノピー次100回だよ、多分。ってマジでクヨリに教えてもらった。なんでクヨリが知ってるの。
多分な自分の回数とかさもう数えてないから何回か分からない。私も分からへんねんな。トッピー多分100回だよ次って言うたぶんコイリンが会ってたら今日あ気がする。うん、100回。早いな。でも2人ともそう、うん、モノピいつもおるって言われてもんな、うん、ちゃおる。いつもおるそんないないし これどこで売るんやろ。美味しいよなこれ。うんうん、どこなんやろ。花丸とか。花丸とかちゃう。うん、分からん。丸亀しか行かへん食べに行くとき。あー僕もなんかショッピングモールとかにさよく入ってるくない丸亀は、うん、ないいよね。そう伊藤洋華堂とかねショッピングセンターねうどんめっちゃ美味しいな。うどん美味しいな。久しぶりに食べたな。うそやわ全然うそやわ。何なん昨日普通におでんに入ってたわえおでんにさうどん入れへん、うん、入れますか皆さん。入れへん、うん、マジ青バラ家さ鍋お鍋系なんでもうどん入れるねん。おでんは鍋じゃなくない、うん、いやすき焼きは入れる。あそっかすき焼きは入れるわ、うん、あのさ、あれチモッパのもと見つけて。うん、うっそ丸いとこにあった。丸いってあそこもカルディにあった。丸いにカルディあるっけ。あるある、パン屋さんの近くに。え、おでんにはトマト。んトマト入れるの美味しい。でもちょっと、でもおでんって何でも合いそうやな。んの二人の間であのカルディっていう店、うん、あるじゃないですか、うん、の商品のチモッパの素をずっと探しててんな。そうで見つけたらしい、うん、いいね。まだ食べてないね。いや僕もさ昨日実は探しに行っててんけどなかった。あった多分まだあるんちゃう、うん、つい最近なかった。でも500円ぐらいした。マジびっくり。うんなんや。いやあれってさ素やからさ、うん、飛びっことかも入ってるん。うん、うん、なんか液体だけ。うん、たくあんとかは入ってるっぽい。あ、そうなんや。ピクとか入ってない。いいな、チモッパ。え、マヨネーズとかはもちろん自分。そらそうやな。うどん食べるのむず、うん、なんか長い、うん、このうどん。うん、ファミマのブラックサンダー食べた？昨日ね、私インスタにもファミマの、 あのブラックサンダーが今コラボしてて。あ、そうなんや。食べる牧場あるやん、うん、食べる牧場とブラックサンダーのコラボのやつを食べて、うん、ルームスにはアイスじゃなくてクッキーサンドを食べた時の動画を載せた、うんうん、結構売り切れてて。ん食べて、めっちゃ美味しい。マジで食べてください、皆さん。私はあの、ゴンちゃんのイチゴ杏仁を飲みたい。何それ、今やってんの、うん、え、飲みたい、イチゴ杏仁。そうなんや、絶対美味しいよ。杏仁豆腐大好きになった、最近。あ、そうゴンちゃんのさ、チョコのやつ飲みたかったけどさ、あの残したわ。あう
ブオンブオン。あれ生誕祭仲変かった？仲変見たで、ほうちゃんの。なんでやん、仲わけないじゃん。私泣かないよ生誕祭空気がなくてなだけやって、他の普通に先輩のとか誰も泣いてないやん。空気みんな泣くからな。空気だけが、空気がおかしいだけなんだよもう、ごめんなさい感情移入しすぎやって、感情移入手紙に。いいことや良くはない、感情移入よくはない、ね、まあ、泣いたらな、泣いたらよく、泣くのは良くないから、ね、感情豊かやねんな、うん、コーンフムフム、うん、お母さんの手紙が毎回おもろい死ぬ。ミュータの手紙おもろかった、死ぬ、うん、かっぱ。なんかホノピーのお母さんやからホノピーが生まれてるんやろなみたいな感じ。そういうことやねんなんか遺伝子を感じたなんかお父さんに冷たいのめっちゃおもろいなんかお父さん描きたがってたけどみたいな。死ぬ。お母さんギャグ線高い、うん、おもろい、めっちゃ面白かった。でも関西のお母さんって大体さ確かに笑いを求めるみたいな、うん、お疲れ様です。そうなんですちょっと今日はストレートにしてみましたどれにしよう。こんにちは。プレゼントやと思ったらケーキのやつ。なになに背景これ今日はプレゼントのここにまだケーキ後ろに床に置かれてるんだけど、時間をそれはあれギフトが並んでいるの、うん、じゃ普通に背景の、すごい。でもなんかあのクリームを床に時間を置きしてるこの背景ホワイトデーやからなんかめっちゃ背景効果よかったところも。え、明日違う、あさ今日13日あさってや、あ明日、うん、あれ今日 12?じゃあ明後日や。皆さん待ってますよ皆さんホワイトデー待ってるよ。最近作るって言ってた気がするな。あ、そうなん、ホワイトデーも、うん、だから最近だけ、最近からだけホワイトデーもらえる休憩みんな交換してて楽しそうやった。楽しそう。14日の公園に、ゆきのさんが出てくれます。うどん、16日に、16日に、16日にレシタさんが出てくれますね。で、17ではチカパ、まず、に出させてもらって。18が M です。M ひとりさん。ゆきのさんとりささん世代交代に出てくださるんです。うん、うん、なんかめっちゃ雰囲気変わりそうじゃない、うん、また確かに、うん、どうしたんぼカンシモさん、クマありがとう。クマパンダじゃん。クマだよ。じゃあクマポーズやって。こうこう、クマっ
ってさ、実際そんな耳でかくない。これ、このさ、これそれ偽物のクマやで。これシナモン。しかやっぱ17夜だけ雨を。これウサギ。やばい。終わりじゃん。雨嫌やな。だから今日さ雨やばくない？あ、チカッパ？え、晴れ？うん、雨やって。え、嘘？マジ？うん、やばいやん。でももう雨やったらさ、雨の状態でも練習したい。あ、確かに。雨やばやった。え、雨、前と同じ会場ではない？前と同じやから、雨やったら。あ、そこが前と。終わり終わり終わり。あらまあ。今日雨やばくってさ、うん、傘、傘さしたよ、久々に。雨降ってたな。今日は皆さん雨なので気をつけてくださいね。また降ってんのかな？もう一日雨？今日一日雨じゃない？うん、あ、曇りから今朝夜雨に変わりました。あ、夜なんか、うん、あらまあ、あかんやん、あかんわ、ちょっとお願いしよう。うまいやん、終わり。10何日になの？16日曜。晴れてほしいな。うーん、あ、今止んでるんやん。あ、今止んでんねん。よかった。やんでほしいの、帰るとき。私傘さすの嫌いやね、めっちゃ。そうやな、荷物がなくれちゃう。眠い。しかも今傘なくして日傘できた。はい、大丈夫やった？濡れへんかった？ギリ。だって屋根やん、ナンバってさ、基本屋根あるやん。確かに。あの商店街開けたところから劇場までぐらいがちょっと。あ、そうそうそう。で、その前に入んまよってやんか、うん、なんか上間って屋根ないとこにあるから傘さしてるやん、うん、傘さして、で屋根のとこ通ってまた屋根から出るやん。なんかめんどくせえからちょっと傘さしたまま商店街歩いた。やって変な人やん。それで最悪や。商店街の中で傘さしてる人おらんよ。でも周りにどう見られてもいいから、めんどくさ、めんどくさいからやめようって。傘さしたずっと。あの人変な人やって思われてるわ、こっちも。わかる気持ちは。でもちょっと台だったらさすかも。そうだから、あそこのそこの屋根のとこずっと傘差して歩いた一人。そこの屋根も、うん、なんかこう、え、ここ、あのあそこのあの前の道や、前の道。ああ、じゃあもうここの中でも傘差してたんかと思った。病気やん。だからやばいなと思う。でも小学校の時学校の教室の中で傘差すの流行ってたよな。入らんかったよ。あれ？ホノピーは傘ささないイメージやって。どんなイメージ？ちょもろい。でも確かに刺さへんねん。え？刺さへんねんけど、うん、今日はさすがにママに傘持っていけって言われたから。わんぱく少女やもんな。お疲れ様です。刺さめやったら刺さへん絶対。今日の雨でギリ刺す。今日結構降ってたもんな。そうそうそう、午前中ね、降ってたからね。うん、15分経った。もう食べ終わる。今日食べちゃうもん。さっき終わろう。よし、じゃあ男女見します。うん、あー眠い。やばい。じゃあ13よいちさん、ありがとうございます。ランキング読みたいと思います。12まちさん、ありがとうございます。リップな、めっちゃなき。12位まちさん、あ、よさか。よなき、よなか。11位文治さん、ありがとうございます。うん、つっちゃん。10位吉川さん、ありがとうございます。9位野原しんのすけ、のすけさん、ありがとうございます。だかな。8位まいさん、じゃあランキング読んでいきたいと思います。7位どんさん、13位トラトラさん、ありがとうございます。6位ピーさん、ありがとうございます。12位マンボウ、マンボウさん、ありがとうございます。11位タムキョンさん、ありがとうございます。4位ありがとう。影のスミホさん、ありがとうございます。10… あ、間違えた。待って、キミイトさん、ランキング変わったわ。
にモンブランさん、ありがとうございます。ランキング変わってる。ちょっともう一回読むね。ちゃんさん、ありがとうございます。13位トラさん、ありがとうございます。12位ジョグさん、ありがとうございます。世代交代69、11位俺が払うよさん、ありがとうございます。10位ヨモくん、ありがとうございます。9位おいもたん、ありがとうございます。8位高本さん、ありがとうございます。元旦とか1周年数えるみたいな。で第7位アルダさん、ありがとうございます。第6位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。第5位こちゃん、カムサムリだ、ありがとう。第4位じゅんいち、ありがとうございます。では終わります。第3位海太郎さん、ありがとうございます。第2位ちゃんしもさん、ありがとうございます。そして第1位はブルルルルルルルドゥン、つっちゃん、ありがとうございます。ありがとう皆さん、この後は僕のお春公演よろしくお願いします。じゃあまた。